西尾市立はず図書館は、愛知県西尾市治部町にある公共図書館。西尾市立図書館の分館である。1992年7月17日に、はず郡はず町のはず町立図書館として開館し、2011年4月1日に西尾市立吉良図書館に改称した。名鉄蒲郡線西はず駅から東に徒歩20分の場所にある。一体的に運用されている、はず図書館とはず児童館隣接地にある、西尾市はず公民館1971年1月、はず郡はず町の社会教育の拠点として、寺部字、林店の丘陵地に、はず町中央公民館が開館した。鉄筋コンクリート造り2階建てであり、延べ床面積は 829.7 平方メートルだった。総工費は6,822万6,000円。はず町中央公民館の1階には図書室が設けられ、愛知県図書館が運行する移動図書館の図書、約200冊、はず町中央公民館が所蔵する図書、約 2,000 冊が置かれていた。1982年4月1日、中央公民館の北隣に、はず町児童館が開館した。はず町中央公民館からはず町児童館2階に、中央図書室が移転したが、この中央図書室は、児童書が中心であったため、一般書を所蔵する図書館の建設が要望された。1992年3月には、はず町児童館の北隣に、はず町立図書館が竣工し、7月17日に開館した。はず町立図書館は、鉄筋コンクリート造り2階建てであり、延べ床面積は 883.2 平方メートルだった。建設費は約3億500万円。1階部分では、図書館と児童館を自由に行き来することができる構造となっている。1993年1月24日には、開館記念公演として、児童文学者の堀尾康平による公演、ふるさとはずの心が開催された。開館初年度の1992年度における入館者数は 33,430 人であり、うち児童館が 24,000 人だった。1992年度末時点のはず町の人口は 13,648 人であり、1992年度の住民1人あたり、貸し出し冊数は 2.7 点だった。開館時の蔵書は約3万冊であり、蔵書収容能力は約5万冊。1階には、開館閲覧室、AV コーナー、お話コーナー、ブラウジングコーナーがあり、2階には、一般閲覧室、参考資料室、視聴覚室がある。丘陵地にあることから、館内からは、三河湾が見渡せ、海の見える図書館をキャッチフレーズとしている。はず町児童館とは、建物がつながっているため自由に行き来することができ、はず町立図書館と一体的に運用されている。2001年4月には、生後3から4ヶ月の乳児に本を送ったり、読み聞かせのアドバイスを行うブックスタート事業を開始したが、これは全国で2番目の試みだった。その他には、図書館、クイズ、子供1日詩書、親子で楽しむ絵本と、わらべ歌講座、読書講演会、読書感想画展、本のリサイクル誌、写真展、和紙ちぎり絵展、図書館、コンサート、絵画展などのイベントを行っている。2007年2月1日には、はず郡三町図書館広域システムが開始され、一色町の学びの館、吉良町の吉良町立図書館とオンラインで結ばれた。ウェブサイトから参観すべての蔵書検索や予約などが可能となり、吉良町立図書館の蔵書をウェブサイトから予約して、はず町立図書館で受け取ることなどが可能となった。2011年4月1日には、はず町など、はず郡3町が西尾市に編入合併し、はず町立図書館は西尾市立はず図書館に改称した。ありがとうございます。